e f 1 2 8ユンカース EF128 の模型シュパイアー技術博物館の収蔵品ユンカース EF128 は第二次世界大戦末期にドイツのユンカース社が設計したジェット戦闘機である EF128 はドイツ空軍による緊急戦闘機計画に応じて開発された EF128 は ハインケルヘスレイ11チチターボジェットへエンジンで駆動し、また4門の MK108 機関砲で武装した。計画速度は高度7000メートルにおいて時速1000キロメートルに達していた。量産開始は1945年の中期頃として計画されていた。1945年の初期、オークルは緊急戦闘機計画の一環として、 HE162 ホルクスイエガーを代替するための計画を打ち出した。この新型航空機は B-29 戦略爆撃機のような高高度の脅威を処理するため、これに優越する性能の獲得を目指していた。この必要条件に適合させるため、動力が単発のハインケルヘスレイ11ターボジェットとなった。この審査で公式に選ばれた設計案が、 1945年2月に提出されたユンカース EF-128 である。他のドイツの航空機メーカーにより提出された航空機の設計案にはメッサーシミット P-1110、ハインケル P-1078、フォッケウルフタ183、およびブロームーントフォス P-212 があった。この先進的な戦闘機はドイツ航空機メーカーの間の非常に簡素な 小型戦闘機よりも大きな興味を引きつけていた。しかしこの時、ドイツが降伏し、ただ一機の模型のみが製造された。この機体は構造に木材を含む後退翼を備えている。計画では、複座で全転向、夜間戦闘機とし、胴体を延長した派生型が存在する。ありがとうございます。